こんにちは。ヤクルトで腸内健康ということでね、今たった今ね、営業の方がいらっしゃって、ヤクルトの販売員の方ですよね。販路開拓に個別訪問されてるみたいで、いらっしゃいました。で、今まではヤクルトっていうのはサンプルを置いて帰ってね、で、このサンプルの空き瓶を取りに来ますよってことで1週間後にまた来るみたいなことをやっていたんですけども、それも受けが悪いということで、多分今日はね、手ぶらで来てらっしゃいましたね。で、手ぶらで来て人間関係作るために、とにかくね、家を褒めたりとかね、人生観を褒めたりとかね、なんかそういうので好感度を持って覚えてもらうみたいなことやってました。で、こういったプロフィールシートをね、担当者の方が持ってこられて、ご自身のね、パーソナリティ書かれてますね。なんか20代ぐらいの若い方だったんで、今ね、在宅している方ってのは大体もう、あれですかね、現役世代じゃない人が多いんで、まあ私はちょっとね、例外ですけども、多分お父さんお母さん世代とかおじいちゃんおばあちゃん世代には受けるんじゃないかなと思うんですね。で、ヤクルトなら単価も安いんで、買ってあげようかなみたいな気持ちになるんじゃないかなと思います。ただし、ヤクルトの担当者の方からすると、1件あたりね、100円とか200円取ってもしょうがないんで、ごそっとまとめて、やっぱり2000円とかね、3000円ぐらいの単価で毎月毎月回転させないといけないんじゃないかなっていうところで、多分ヤクルトから始まって他の製品どんどん広げていくんじゃないかなと思います。まあ、もちろんね、健康にいいと思えばこういうの買ってもいいと思いますけども、まあ、そもそもヤクルトの製品って全製品スーパーにありますんでね、だからスーパーに買いに行く機動力がある方は多分あんまり興味を惹かれないんじゃないかなと思います。で、今回ね、この動画を作った意図ってのは、セールスの本当にね、基本をわきまえているやり方をしてるから、ヤクルトさんもすごくね、進化していて新しいコンサルの方が入ったんだろうなっていうふうに感じたんですよ。というのが、最初のアプローチでセールスされると思ったら、もうね、そこでね、買わないブロックが始まるんですよ。そうじゃなくって、全然セールスする意思がなくって、ただ挨拶に来ただけですよ、はいさよならっていうのが最もいいアプローチだなと思うんですよ。そういうことを繰り返すうちに、あれ、この人いつまで経っても売りに来ないなっていうふうにお客さんが思った時がチャンスなんですよね。あんたこういうことやってて金になんのっていうふうに来た時に、もうそれはね、お客さんがね、買ってあげるよって気持ちと同じなんですよ。だからその時に、まあでもご無理なくていいんですよ、スーパーでも売ってますしねって言ったら、いや、スーパーでも売ってるけどさ、ヤクルトは届けてもらった方がなんか楽だからみたいなことを引き出すんですよ。まあそこまで考えてね、対応私聞いてるのはちょっといやらしいですよね。でもね、ちょっと面白いのが、私ちょっと今日は聞かなかったんですけども、そのヤクルトレディの闇って YouTube で見るんですけど本当ですかっていうね、ぶつけてみようかなと思うんですけどね。まあそれを多分隠し撮りをして YouTuber なりにこうだみたいなのやったらアクセス取れるのかもしれないですけども、さすがにそこまでね、私はね、この担当者の方を困らせたくないと思いますんで、そこまではしませんしね。ヤクルトレディの闇なんてこういう人に聞かないでおきますけども、まあでもあれですよね、やっぱり、この地区を担当してくださってね、健康のために何かをしようとしている気持ちってのはすごく貴重だなと思いました。はい、腸内長寿ね。もうまさに私、毎朝ね、健康についてのライブ放送をしている私に対してこれをね、持ってくるっていうのはなかなか興味深いなと思ったんですけども、腸内細菌というのはやっぱりこのヤクルトによって助けられるところがありますんで、基本的にはね、私ヤクルトを取るのはいいことだと思うんですよ。ただしがやっぱりつくんですよ。ただしの後が本音ですからね、どんな人も。ただし、でも、しかしの後に本音がやっとくるんですよ。はい、何でしょうか。それはヤクルトのいらない生活を送らなければ、ヤクルトに含まれている腸内細菌の効果がないっていうパラドックスなんですよね。だからね、ヤクルト飲んでも効果が出ない人って、そもそも栄養を吸収するような体とか生活習慣とか睡眠時間になってないんですよ。だから、いろんなお薬もらったりね、いろんなサプリメントを取ったりとかね、いろんな健康法を試す人って、そもそも健康になる基盤ができてない、吸収する体ができてないんで、無駄ですよっていうのが根底にあるんですよね。で、ヤクルトの栄養素とかヤクルトの菌を吸収できるような体になってる時っていうのは、すでに何もなくてもちゃんとね、免疫作用ができてますんで、自己浄化作用っていうのが十分高まってるんで、逆に何もいらなくなっちゃうんですよね。で、そういったことを考えていくと、ネットワークビジネスでサプリメントをね、定期的に取る人って永遠と効かないから永遠と解約しないっていうね、これもまた皮肉な話だなというところがあります。ただし、やっぱり中にはね、本当一部なんですけども、こういったものに、適用して本当に健康を取り戻す方がいらっしゃいますんで、いろんな健康方法がなかなか効果を上げなかった人には、私はヤクルトはね、すごく手軽なやり方なんでおすすめしたいと思います。ヤクルトと、それからまあヨーグルトですね。ヨーグルトもブランドを選ばなければダメですよ。
パルテノっていうヨーグルトから始めるといいと思います。高いですけどね。1個なんかこうちっちゃいカップで1個が150円とかするんですよ。お金が続かなくなっちゃうんで、今度は金欠っていうね、根底的な病がそこに立ちふさがるわけなんですけども、安くていいものは基本的にありませんので、安いものは結局栄養素をすごく薄めていて安くしているか、油まみれにして廃棄物みたいなのに値段をつけてるかなんでね、もう本当考え上げればキリがないですけどもね、うん、でも何かから始めていけばいいんじゃないかなと思います。はい、で言えることは、あのヤクルトを飲む前に、あの日差しとともに起きるってことかなと思います。あの太陽の入射角の関係で、日本で言ったらね、朝6時半から7時半に太陽の光を浴びていなければ、その栄養吸収する酵素が体の中に生まれないんですよ。ということは、深夜に運動したりとか、それから蛍光灯の下でいくら筋トレしても効果が薄いってことにつながるんですよね、うん、ですのでまずは朝日を浴びて、まあ、その時間には起きていてね、で、できれば屋外に出ていくことです。反射光で部屋の中にいても効果がないわけじゃないんですけども、実際に朝日を浴びてこう伸びをするみたいな感じでね、全身にあの日光 の, あの朝の入射角の、ね、あの角度で浴びるから、あの波長が体に入ってくるんですよ。太陽の波長ってのも時間によって変わりますからね。まさに南中時の太陽の波長ってのは有害な紫外線しか降り注いでこないんですよ。朝日ってのは紫外線じゃないんですよね。なんていうのか、ベータなんとかっていうやつがね、唯一入ってくるのがその朝日の時間なんですよ。だから初日の出をありがたがる日本人の習慣っていうのは、やっぱ1年の計、つまり健康の計ですよね、これを測るのに、まあ本当にいい習慣だったんじゃないかなと思いますよね。はい、今はまあ初日の出なんてあんまりね、ありがたがるようなあの時代ではないですけども、でも1年のうち何回かでもいいですから、別に元旦じゃなくていいんでね、初日の出じゃないですけども、朝日を浴びるのはやっぱり体の光合成の面から見ても合理的だなと思いますね。その上でこういったものは効くんじゃないかなと思います。まあ、私もいろいろと喋れるようになりましたね。はい、おかげさまでございました。ありがとうございました。